赤い靴の日ザブは、東京都港区を形成する5地区のうちの一つで、旧麻布区とほぼ重なる。東、麻布、麻布間宮奈町、麻布長坂町、麻布十番、南麻布、元麻布、西麻布、麻布台、六本木が置かれている。麻布は、山の手の大地と八地で起伏に富んだ土地である。麻布という字が当てられるようになったのは、江戸時代の元禄期からと言われる。 青山から、三田地域周辺まで広く包含する麻布地域、一帯は、かねてより商店街から、住宅地まで包含する地域であるが、中でも高台にあたる地域は、地価が高く高級住宅地とされている。低地側の幹線道路沿いには、高層マンションが目立つ。麻布十番に居住するまたは、 働く綺麗で、かっこいい女性を指す、十番いい女という造語が2006年頃に流行った。地理的には、麻布地域の縁を沿うように古川が流れており、この川によって、山と谷、高台と低地が形成され起伏に富んだ坂道の多い地形である。高台は、閑静な住宅地となっているが、低地には、古くから職人が移り住んだことで文化が、 形成されたと言われるなど、近年まで地下鉄でのアクセスが悪かったこともあってか、ちょっとした大人の隠れ家的なイメージがあったが、そうしたイメージを持たれる理由は、アクセス面だけではなく、地形も関係していると思われる。暗闇坂やアナといった地名は、まさにそうしたイメージを彷彿とさせる。近年まで、麻地域内の鉄道駅は、六本木駅と、 南麻布の端にある、広駅があるだけで、隣町に、神谷町駅はあるものの鉄道でのアクセスはかんばしく、なかった。駅内の都電が廃止されてからはバスで補われていた、ものの三田や清正あたりと同じく不便さは否めず、特に麻布十番から、南麻布付近は、都心にある陸のことをと言われることもあった。2000年に、南北線、大江戸線が、 アイツで開業したことで、この一帯の交通アクセスは、飛躍的に向上した。なお、現在は高級住宅地である麻布と繁華街である、六本木は区別されることもあるが、元来、六本木のほとんどは、麻布地区の一部であり、麻布材木町や、麻布流土町といった町があった。そのため現在でも、麻布と六本木は、行政区分などの点で一体となっており、 例えば、六本木地区にある、麻布警察署や麻布図書館などはその名残である。また、東麻布、西麻布、南麻布は存在するが、北麻布は存在しない。1853年の青山通り、宮松坂上青山二丁目、麻布長谷寺近辺。根岸信介像。麻布周辺には貝塚などが見られ、縄文時代から人間が住んでいた。 弥生時代には、農業も行われていた。712年には、竹千代稲荷が、創建。824年には、空海により矢座さん、麻布山。全福寺が回帰、海域。939年には、氷川神社が、源の常元により、誕生される。江戸時代初期までは、農村や、寺社の門前町であった。武家屋敷が立ち並ぶようになり、江戸の人口増加。 拡大に連れとしかし大官支配から町方支配に移る。馬場が1729年に芝から麻布に移転、十番馬場と呼ばれた。馬場移転に伴いう市いが立ち麻布十番は栄える。1859年にアメリカ公使館が全福寺に置かれる。明治時代には古川が埋め立てられ、鉄道馬車が通り工業化が進む。次第に、 大地の上は高級住宅街、低地には霊彩商工業といった文化が進む。大正時代には、麻布十番を中心に、花街や演芸場、映画館、デパートなどが作られ、東京でも有数の盛り場となる。第二次世界大戦では空襲で大きな被害を受けるが、戦後に復興する。1949年に麻布十番温泉が開けゆする。 1960年代に入り地下鉄日比谷線が開業し、六本木駅が設けられるものの、一方で、麻布十番から新橋駅、渋谷駅などを結んでいた都電が廃止された。結果として、六本木に客足が向かうことになり、近隣に居住の富裕層や外交官を対象とした商店や飲食業などが発展したものの、商業的な発達は、 限定的であった。2000年、南北線の開通に伴い、麻布十番駅が開設され、駅前商店街の奥には、六本木ヒルズが完成するなどかつての陰心を取り戻しつつある。現在の麻布は、東京を代表する住宅地の一つとして知られ、芸能人、著名人、在界人など多くの人が住んでいる。麻布区は、港区の前身の一つである。 1878年に軍区町村編成法が施行され、東京府域が中国六軍に区画分けされた際に発足した。その範囲は、今日、麻布を名前に含む町すべてと六本木一丁目の六丁目の町域にほぼ一致する。1947年に港区が発足し、麻布区は消滅。この際、旧麻布区域のべての町名には、 麻布を関する町名に変更がなされたため、住居表示の実施による町名町域統合が行われるまで、麻布地区一帯には麻布町といった町名が41存在した。麻布長坂町に住む松山善蔵と麻布間宮奈町に住む沢博士の両者の運動により、麻布長坂町と麻布間宮奈町の地名だけが変わらず、京に残っている。百六十二年、 区画整理前後の町名と、町区域の対象1966年以降、アザブ地区における住居表示実施前後の町名と、町区域の対象後和西アザブビルには入居する、各国大使館の国旗が形容されている非常に多くの大使館が存在する地域である。ジュバーナ日本語族語辞書六本木三丁目十三の十の一に、 北アザブビルという名称の雑居ビルが存在している。ありがとうございます。